4年間、本当に、どんな時もあの熱い声援をしていただきありがとうございました、今日もいっぱいサポーターの方たちに、元気をいつもありがとうって言われましたけど、逆にいつもこうやって声かけてもらって、友達のように話してもらって、それで俺も本当頑張れてたんで、最高な4年間でした。これからまたあの新たなチャレンジをして、自分の目標 J1 でやっぱ守護神として出続けるっていう、そういうところを、これからもう一回チャレンジしていきたいと思います。リリースにも書いたように、本当にここであの得た経験を本当に糧にして、本当もっともっと大きくなって、また札幌であのサッカーできるように頑張るので、今後も応援よろしくお願いします。